いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今日は朝食のご案内です。バランスの取れたお味噌汁、発酵食品、フルーツトースト、牛乳で簡単ですので皆さんやってみてください。味噌汁はお湯を入れてレンジで約2分で出来たてを召し上がります。ヨーグルトはヨーグルトマシンで作っておきますと 3、4日食べられます。